高橋由一チャンネル。日銀の黒田総裁の家計は値上げを受け入れているっていう発言で波紋読んでますね、はい、で波紋読むのは分かってたし、はい、昨日はあの黒田さんから見るとね、はい、これで議論してもしょうがないから、はい、すぐ謝ると思ったんですよ。だから早くね、あの自分の意見を出そうと思って、はい、インターネットでちょこっと出したら、案の定、やっぱり来てくれて、あの、書いてくださいって来たから、で、パッと書きましたけどね。うん、で、その中には、あの、実は午前中書いたんだけど、黒田さん謝るっていうのを想定しながら書いてます。うん、で、それは、ね、どういう意味かっていうと、黒田さんの意見って、マスコミには絶対通用しないんだよね。通用しないっていうか、わからないわけ、うん。黒田さんの意見って実はね、マクロ経済って分野の話だ、はい。それで、あの、マクロ経済の話で、そんなにね、実は変な話じゃないの。うん、正直言うと、うん。それで、マクロ経済のある、あの、なんていうか、調査に基づいて、値上げを受け入れてる世帯の数字っていうのが、はい、増えましたって、それでことだけ言ってるだけなの。あのアンケート調査って、これを言ってるだけなんだよね。値上げを受け入れるか受け入れないかっていうのが数字で出ていて、はい、2021年の8月の調査では、値上げを受け入れるという人は 43% だった。で、これを今度、あの、値上げを受け入れるっていうのが、2022年の4月には、43% が 56% になったって話なの。で、これはこれで、調査で、これ結構数もうそこそこにやってるから、まあ信用、信頼はできるわけ。こういう時にマスコミの反応は、でも俺は違うとか、そういうでしょ。それはそうだろうと。あの、だって今だって 44% は、あの、受け入れないって言ってんだから。それはそうだよ。決まってんだよ。だからそんなの分かってんだよ。でもマスコミってこういう時に全体の数字の話しないで、俺はとか、生活感がないとか、あと非難するのは結構簡単で、黒田さん、あんた買い物したことありますか、そういう話なの。全部個別の話でやる、はいはいはい、でこれは議論にならないの、はっきり言うと。反論にもならないし、でもマスコミは反論したつもりになるわけ。でも議論にならないの。でこういう調査があるって言ってるだけなの。あ、うん、それだから、あれで 43%、56% に上がりましたって言うんだけど、ちょっとって言えばちょっとなんだよな。うん、だその回の話をしてるだけ。でも他の国に比べた上がりが、あの、顕著だから、こうやって書いて言ってるだけなんだ、はいはいはい。つまんない話をしてるだけなんで。で、これについてね、大体マスコミとか国会の反論っていうのはね、生活感がないとかね、もう、あの、俺は違うとか、そんな話ばっかりな。あんたは買い物したことあるかって、まあ、議論にならないね。だから黒田さんもこういうの分かってるから、はい、ああ、これは議論にならないし、やめちゃおうってんで、すぐやめたんです。でもね、本当のひどい話っていうのはあって、本来はマスコミはここを責めるべきだっていうことも、実は私、ネットで書いたんだけどね。はい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 、こういう状況になってると、確かに、43% の人が、まあ、あの、から 56% に受け入れるって人は増えてるんだけどね。はいはいはい、こういうふうに増えてるって状況の時に、何をすべきかが問題だって黒田さん言ってんの。はい、そこまでは正しいの、うん。正しいんだけど、黒田さんはその時に何をすべきかっていう時に、強制貯蓄って言葉を使って、はい、強制貯蓄が消費に変わるから、っていう言い方をしてたわけ。はい、でもこれはどういうことかっていうと、今まで消費をしなかった。はい、で貯蓄があると、はい、その貯蓄を使って、はい、バカ消費しますっていうロジックが、はい、このロジックは財務省がよく使うロジックで、そりゃそうだよ。なぜかっていうと、強制貯蓄があって消費がバカ上げしますから、はい、景気対策いりませんっていうロジックが、いりませんになる、そりゃそう、不要ですと、はあ、そのロジック、その財務黒田さん全く使ってんの。私の見解簡単で、はい、コチコチに固まってるから、はい、これを溶かすのは大変だと、うん、とりあえずは、まず政府支出をして、呼び水って言うんだけどね、はい、これ経済政策のね、はい、呼び水をして、することによって、この消費の拡大を狙わなきゃうまくいかないっていうのが私の話です。だから、あの補正予算でドーンとお金つけると。うん、で補正予算の中で GoTo トラベルやれとかそういうことを言ってるわけ。GoTo トラベルみたいなのがなくて、いずれ貯蓄があるんだから、なんか旅行需要が爆発しますよっていうのが財務省のロジックで。いずれね。それで私はだから早くやんないといかんから、こういうのを引き出すためにも GoTo トラベルかなんか補正予算できちんと打ってやれっていう立場だ。だからここが一番違うんだよ。GoTo トラベルね、ちょっとやるって話になったんだけど、今ね、あのね、7月頃やることを検討するっていう話になってるから、こんなのよくわかんないよ。だからこんなの今やれだよ。やるなら今でしょうなんだよ、私は。だからこういうのは、補正予算の時にドコンといかないと、こういう、そういうチャンスも逃しちゃうでしょという言い方を私はしてるわけ。だからそこが一番ポイントなんで、黒田さんが強制貯蓄に頼るっていうことは財務省と同じなんだけどね、それ言っちゃいかんでしょっていうのは、講演のね、本当の、あの、問題
題点で、こういうふうに講演があるんですよ。あのね、ちゃんとね、これ日銀のホームページに載ってるけどね、そういうふうに書いてあるから、だから私なんかそこ読んだときに、こんな、俺は4人、価格値上げ4人で、そんな話じゃないよと。うん、要するに、政府で岸田さんが大型景気対策やんないのをサポートしてるんだよ。そっちの方が私は問題だと思ってる。ちゃんと読めたよな、あの時。この回読めないのかね、正直言うと。マスゴミさんは。無理だよ、ね。ちゃんとありますよ。あの日銀のホームページに載ってるから、これ。もうこんなのすぐ読めるし。読んで分かんないんだろうな、おそらくな。だから、そういうのを国会で質問した方がいいんだよ。黒田さん、本当、あれじゃないですか、強制貯蓄に頼ってませんかと。そんなんで、冷え込んだね、消費をね、自然に溶けて出てくると思ってんですかと、質問した方がいいんだよ。黒田さんも財政出動しなくていい派になっちゃったんですか。いや、前からそうなんだよ。前からそうなんだ。うん。そういうのが露骨に出てるから、この強制貯蓄論を言う人ってみんなそうなんだよ。強制貯蓄でいう人は、例に出すのはアメリカなの。アメリカと日本って全然違ってて、はい、アメリカは、その前にすげえ財政出動しちゃってるから、そこで、なんていうの、読み水たくなってるんだよね。あ、うん。それで、これをもうちょっと説明するのは GDP ギャップっていう数字があってね、はいはい、直前も内閣府がマイナス 4% ぐらい、3.7% って言ってて、21兆円って数字出してるんだよね、はいはい。でも内閣府の計算はちょっと天井が低いから、数字がちっちゃく出るんで、本当はまともに計算すると、GDP ギャップは30兆円です。だから私がだから 2.7 兆円じゃなくて27兆って言ったのはそういう意味なの、はいはい、このくらい景気対策しないとなかなか解けませんよと。それでアメリカの場合は先に財政政策でドーンと打っちゃったから GDP ギャップはほとんどないです。ないんですか。ないか。ないからこういうことになると。だから GDP ギャップっていうのがちゃんと分かってるとアメリカのも計測して、向こうはなくて、どちらかというと超過需要の方なの。あ、だからインフレになっちゃう。うん。超過需要になってる国と日本みたく需要が少なくて GDP ギャップが大きい国とはちょっと違うんです。そういう話を黒田さんのね、はいはい、議論の時に国会でやればいいのに、はい、マスコミも全然関係ないこと言うんだよね。そうですね。はい。たくもマスコミ。頭のようには知ってるけれど、私の YouTube 見てちゃんと勉強しろってまず思うよ。どうしようもないな、これね。だから本来の、議論はそのようなマクロの話の GDP ギャップがあるかないか、日米でこういうふうに違いがあるかないか、それを GDP ギャップを埋めるにはどうしたらいいかと。こういうのを議論したらいいんだよ。こういうの議論すると、多分岸田さんは財務省のそのままに聞くから、うん、強制貯蓄があるから GDP ギャップ埋めなくても大丈夫ですって、そういう答えのはずなんで。野党とかはそういうの言えないんですか？全然わかんないから、もう、マクロの話だと全くわかんないって、金利上げろなんて言う人いるからね。泉健太さん、全くとんでもない。ああ、そこまで、あれだと楽だろうな、自民党は。こういうふうなマクロの話は、まあ、国会議員ダメなんだよ。だってさ、みんなあれじゃん、質問かなんかで、黒田さん、あんたは買い物した方がいますかって聞いてんじゃん。関係ないじゃん。そう聞かれたらさ、そんなん家内に任してますって言うはないじゃん、こんなもんは。それ国会にやることですかって。まだ分かってないっていう印象付けたいからやってるんでしょ。でもこういうのにマクロの本当の GDP ギャップのね、日米のね、数字かなんか比較してみたら分かるよ、うん。ちなみに言うと、日本は GDP ギャップが、解消してないから、消費者物価のうちのエネルギーと食品を除く、うん、これコア指数っていうんだけどね、はいはい、これについて4月は 0.8% しか増えてないもん。これでアメリカは同じ数字で言うと 6.何%増えてます。全然違う。これはGDP ギャップのあるかないかの差です。はもうこういう数字ですぐ分かる、はい、0.8 なんですね。 0.8 だから全然伸びてないって状況なのなんかテレビだとやったら値上げ値上げだから、こういうのも世界で比較したら分かるんです。そうなんですね。比較すると裏側にその GDP ギャップっていうのがね、あるっていうのは解説できる人はできるんだけどね、うん、でもまあテレビじゃ無理ですメンバーシップを始めましたので、よろしかったらぜひ登録をお願いいたします。